日本刀を使った技術を追求する居合道。北本市の稲葉涼香さんは10月に福岡県で行われた全国大会で優勝を果たしました。稲葉さんが居合道に出会ったのは今年3月、道場の門を叩いて8ヶ月での快挙でした。今年に入ってから時代劇にはまりまして、その関係で刀を振ってみたいという軽い気持ちから始めまして、インターネットで近くの道場を探しまして、軽い気持ちで始めた割にはうまく馴染めているかなと思っております。稲葉さんが所属する宝玉会は国内最大規模の居合道の団体です。流派の型を演武する型、真剣を使って型通りに切れるかを競う試し切り、実戦形式で一本を争う自由組たちの3種目で毎年全国大会を開いています。稲葉さんはこのうちの試し切り一般女子の部で初出場ながら頂点に立ちました。試し切りの稽古自体は大会に出ると決めたのが7月くらいでしたので、8月に刀を買ってそこから稽古を積みました。そもそも型をやるのが数ヶ月ぐらいかかるし、それでさらに真剣を持ってそれで切るとなると、1年から2年は最低でもかかるんじゃないかと。半年で切るっていうのは、すごいことなんじゃないかなと思います。大会で稲葉さんが披露したのは、2人の敵がそれぞれ左右から迫ってきたことを想定した型です。まず1人を睨んで牽制し、もう1人に刀を振り抜きます。そして返す刀で牽制した相手にも一撃、最後に振り返って追撃を加えます。この一連の動作を入門して間もない女性が完璧にこなすのは極めて難しいと、さいたま支部の田中支部長は話します。初立ちとこの二の立ち、いずれもやはり片手切りになります。真剣って1キロぐらいあるので、結構女性で持つにも相当重いと思います。力があるわけではないんですけど、技術ですかね、正確なこのスピードと角度で相当、稽古を積まないと。普段教わっていることをそのまま自分の体で再現するとか、頭の中で再構築してどういう方なんだっけなっていう理解度がおそらく彼女は高いんじゃないかなと。自分で言うのもなんなんですけども、結構記憶力に自信がある方ではあるので、なので感覚を覚えていて、でそのままそれを忘れないうちに体に無意識でもできるように染み込ませるようには心がけています。こんばんは、よろしくお願いいたします。テレタマは先週行われた稽古を取材しました。いつもは普通にお勤めでいらっしゃるんですか？平日は基本的には仕事がありますので、休日の土曜日に稽古に参加しております。ご職業ってどういう？IT 関係の会社で働いております。稲葉さんが所属する埼玉支部は木曜日と土曜日の週2回、道場を開いています。ただ都内の会社に勤める稲葉さんが参加できるのは週に1回のみです。稽古量をカバーしているのは、運動神経とかってのもともといい方なのかなっていうふうに思ったんですけど。いえ、とんでもないです。むしろ運動音痴な部類で、一番嫌いな教科体育でした。身体的な能力としてはそこまで高くない。やっぱり普段お家で多分練習をしてるんじゃない、相当練習をしてるんじゃないかなっていうのが見受けられますね。基本的には家でどんなに帰るのが遅くなったり忙しかったとしても、1日1回は必ず刀を振っていますし、天井を切ってしまったり周りの家具切ってしまったりするので、なので本当に周りに気をつけて絶対に刀が当たらないポジションを確保した上で座ってやっています。真剣でやってるんですか？真剣は毎日振ってます。部屋でですか？はい。切ったこととかないんですか？ないです。はい。
また職場でもできることがあるといいます。職場で休憩時間の時に瞑想するようにしているんですけども、周りに人がいない、一人でエレベーターに乗っている時は少し動きだけでも練習したりしてます。職場で瞑想されてるんですか？あ、はい、自分の席で座って瞑想しています。なんか周りとか反応あります？いえ、寝ていると勘違いされます。日々の地道な努力の積み重ねで短期間で結果を残した稲葉さん、今は来月行われる型と来年夏に予定されている自由組たちの全国大会でも好成績を収められるよう稽古を重ねています。もうちょっと遠い間合いから攻めれるようにできるといいのかな。身長的に間合いで踏み切るなんかやっぱハートを身につけるといいんじゃないかなちょっと思ってました。やはり元の基礎がまだ足りていない気がします。今の時代は自分で動画録画して後で見返せるので、いいところだけ今後の練習に反映できるようにというようなことは心がけています。今月18日には全国大会の前哨戦として型の関東大会が戸田市で開かれます。初めての県内開催ということもあり、稽古にも熱が入ります。地元で開催ということで一層気合い入りますし、いい結果を残したいなとは思っています。いい結果っていうのは？そうですね、優勝を狙いたいです